アップでは、シャフトプレーンの真下を通って、スティープなプレーンでクラブを上げている。ダウンでは、クラブを落下させ、シャフトを寝かせて、鈍角な軌道でシャフトプレーンの下を通っている。グリップを鋭角に上げて、インサイドから下ろしている。シャフトの動きはゆっくりと鋭角に上げられ、トップから切り返しにかけてシャローに寝かせ、そして鈍角に下ろされている。もちろん右脇をしっかりと締め、終始前傾姿勢を保っている。力強いフォームですね。シャローイングは昔からある理論で、古くはボビー・ジョーンズに遡るが、トップからダウンスイングにかけて体重移動時にクラブヘッドを素直に落下させてクラブ軌道を鈍角にするアクションであります。クラブヘッドがトップからインパクトを迎えるまで鈍角であると、ボディーターンを効率よく使え、クラブヘッドを加速できる時間が得ることができます。ボディーターンを使ってインパクトでクラブフェースをスクエアにできるので、方向性のブレが少なくなります。